アンティークコイン投資というものが、はい、どういったものなのかなんですけど、はい、まずアンティークコイン投資っていうのは、はい、このフリップにもある通り、はい、古い金貨、銀貨とかですね、実際に流通していたお金、はい、硬貨をですね、アンティークコインと呼んでいます、はい、で、このアンティークコインを、まあ、いわゆる売ったり買ったりすることによって、はい、利益を得る手法のことを、まあ、アンティークコイン投資と呼んでいるんですけど、はい、そもそもこのアンティークコインの、いわゆる人口ですね、はい、アンティークコインのユーザーっていうのがどれぐらいいるのかっていうと、はい、世界に約300万人のコレクターがいるって言われてます、はい、で、その中でも最近はですね、はい、中国ですとか、はい、ロシア、はい、まあ、そのような、まあ今であれば東南アジア等々がですね、はい、いわゆる新たな富裕層がアンティークコイン投資というものを、まあ、注目していてですね、はい、で、財産をアンティークコインにシフトしていっているということも言われています、はい、例えばこの記事なんですけど、はい、こちらは2014年の2月にアメリカの CNBC ニュースという、はい、ニュースペーパーのですね、記事になったんですけど、はい、富裕層の 7%、 世界中の富裕層の 7% がトレジャーアセットとしてですね、はい、総資産の 15% 程度をアンティークコインで保有していますよと、はい、いわゆる運用の資産のポートフォリオの中に、はい、不動産であるとか株であるとか預貯金の中にアンティークコインというものが約 15%程度を占めているというふうな記事も出ていました、はいはい、まあ、こういった、世界ではアンティークコインというものはかなり認知がある資産運用の手法なんですけど、じゃあ一方日本ではどうなのかというとですね、アンティークコインのコレクター自体がまだ2万人程度と言われています。でその中でこのアンティークコインを資産運用投資として捉えている方っていうのはごくわずかではないかと。なのでまだまだちょっと日本にはですね、はい、馴染みのない、はい、投資手法ということが言えます。じゃあ次に実際に世界のアンティークコイン市場っていうものがどういう市場が形成されているのかと、はい、ということを説明していきます、はい、よくですね、まあ、アンティークコインのお話をするとアンティークコインどのように買うのとかですね、はい、どこで売るの、はい、いうふうなご質問を受けるんですけど、はい、これはもう世界には実はアンティークコインのアンティークコインオークションというものが日々世界中で行われています、はい、で大きい小さいですね、まあオークションあるんですけども、プライベートオークション等々もあるんですけど、はい、大小もう全部ひっくるめるとですね、はい、大体年間1000回から1200回、はい、なので1年365日と考えると、はい、もう1日3カ所か4カ所で必ずどこかでアンティークコインが行われているというふうな形になります、はい、でここにも書いてある通りそのオークション開催されるんですけども、はい、そのオークションで平均落札される確率、落札率ですね、こちらは 98% から 99% なので、はい、ほとんど売れ残りがない、1回のオークションで何千点というコインが出るんですけども、まあ、そのコインがもうほとんど売れ残りなく売れてしまうというぐらい、まあ、かなり流動性が高い投資商品という位置づけになります、はい、いくつか紹介したいんですけど、例えば こちらの、資料のサイトですね、はい、こちら 6bit というですねアンティークコインのオークションシステムのサイトになります、はい、でこちらはですね、主要オークション、世界で行われる主要オークション450回のいわゆるプラットフォームを提供している会社です、はい、なのでここのサイトを除けばですね、はい、今日はどこの国でどこの主催のオークションが行われているのか、でそのオークションでいくらで、落札されたのか、はい、全てのデータベースがこのオークションサイトに載っていると、はい、いわゆるプラットフォームになっています、はい、で次にこちらは、アメリカ最大手のですね、はい、ヘリテージというですねアンティークコインオークションの、販売会社になります、はい、でアメリカのヘリテージはですね、まあ
コインオークションではもう最大手になっているんですけども、創業は1986年です、はい、で、全米企業のですね、500社にランクインする、まあ、いわゆる優良企業として言われてるんですけども、年間のですね、アンティークコインのいわゆる取扱い高ですね、いわゆるプラットフォームを提供しているところなので、そこでどれぐらいのボリュームの取扱いがあるのかというと、約1200億円、円でいうとですね、1200億円が売上高として取扱い高として、まあ、いわゆる登録されていると。ということになるので、アンティークコインのオークションハウスというものは、はい、まず売り手から、はい、手数料が、支払われます、はい、売りたい人ですね、はい、そして買いたい人、はい、買いたい人からも手数料を支払われます、はいはい、なので売り手から大体、まあ、10% から 20%、はい、高いところであれば 25%、30% かかります、はい、で買い手からも 10%、25%、30%という形で、はい、もう本当にオークションハウスというものはもうかなり、まあ、そういった意味では優良企業になりやすい、リスクも低い、はい、まあ、そのような位置づけになります、はい、でこちらはですね、ヨーロッパスイスにあるですね、新興ナー社というですね、こちらもオークションハウスになるんですが、はい、こちらはもともとスイスに、UBS 銀行というですね、もう最大手の、はい、商業銀行があります。もともとその UBS 銀行の中にアンティークコイン部門という部門があってですね、はい、そこでアンティークコインの取引が売買が行われてました、はい、ただこれは昨今のですね、マネーロンダリング等々の懸念でですね、はい、部門からいわゆる銀行から切り離されて、今現在はスイスの UBS 銀行の完全子会社、はいとしてですね、オークションハウスを新興ナー社として運営しています、はい、まあ、スイスの UBS 銀行というと日本人の方はちょっとイメージしにくいかもしれないんですけど、はい、クラスでいうと、格付けでいうと、もうトップの格付けなので、はい、日本でいう三井住友銀行、はい、UFJ 銀行、はい、みずほ銀行等々がアンティークコイン部門を持っていたとか、はい、みずほ銀行が 100%出資の子会社でアンティークコインのオークションハウスを運営しているっていうようなイメージなので、まあ、かなり信頼度は高い、そしてアンティークコインというものがどれだけの地位にあるのかっていうのはご理解いただけるんじゃないかなと、まあ、それぐらい欧米ではですね、アンティークコインの文化というものは根付いています。